松潤さん、こんばんは。メッセージありがとうございます。そうですね、サラリーマンで YouTuber をされる方ってのは帰ってきてね、ヘトヘトになってなかなかやる気力が起きないと思いますんで、そういう時だからこそ私は取っ手出しだと思うんですよ。もう編集もなし、サムネもなし、ダダ撮りしてアップするというね。何もやらないよりは絶対いいんですよ。ある人によってはですね、自分が寝てるところをね、4時間ぐらいずっと撮影していても再生数は何十回か上がったそうなんですよ。何もやらないよりは絶対いいんですよ。何に価値を感じるかは本当にね、視聴者さん任せなんで、まあですんでね、ミュージシャンの寝姿とかね、ミュージシャンの何ですかね、アパレル、ファッション、服とかね、あんなものでもいいんではないかなと思いますし、それこそね、なんかそのダダ撮りっていうかね、何気なくこう、例えばこう、私も菓子パンシリーズとかやってましたけども、ただ水飲んでるところをね、撮影してアップみたいなね、はい、30秒とか1分とかね、そんなんでもいいと思います。まず露出がないっていうこと、アップロードしないことっていうのは何にも存在しないのと一緒ですから、どんなものでもアクセスが1でも取れるんだったらそれ上げた方がいいですよね。で、今日はね、松潤さんもご存知のこの昭和40年男の最新号がちょっと前にね、2、3日前に届いてたんでちょっと紹介しようと思います。もう手触りも本当届いてばっかりでいいですね。で、表紙を見たらお分かりのように切手が出てるでしょ。見返り美人と、これは鷹ですか。こちらの方は有名で私も知ってたんですよ。こっちは知らないですね。カモかな。まあどちらにしても、私ら小学校の頃って切手集めが結構流行ってたんですよね。で、それこそ釣り鐘のなんか60円切って40円切ってあんなのがいっぱいこう水に浮かしてね、こう糊を剥いでみたいなことやってましたけども、切手を集めることがなぜか流行ったんですよね。私の場合はジュースとかビールの王冠を集めてました。今みたいにペットボトルの時代じゃなくってね、ペットボトル全盛ですけども、当時は瓶だったんですよね。コーラもビールもオレンジジュースも全部瓶でした。1リットルのコーラとかありましたよね。で、そのコーラを買って200円で買って酒屋さんに持っていくと30円もらえるというね。だから街中からその放置されてる瓶がなくなったみたいなね。子供たちがやっぱり小遣い欲しさに落ちている瓶を持っていきますからね。だからなんかこうデポジット制っていうらしいですけども、あらかじめ廃棄肥料を込みの値段をつけておいて、そして持ってきてくれたらキャッシュバックしますよみたいな仕組みで街はきれいになってたような気がしますね。瓶を割る人もいなかったですしね。まあ今はペットボトルなんでそういう仕組みはないんでしょうけども、ビールもねすっかり缶になっちゃいましたしね。あれはなんでなんですかね。やっぱり搬送の費用が、重量が軽いから安くなったりとか、ああいう問題でしょうかね。まあそういうことも思い出しながらこの昭和40年男を手に取ったわけなんですけども、今回はね、またどんな内容なのかな。あ、サンダーバードとかこういうの出てますよ。懐かしいおもちゃが、いいですね。当時やっぱりスーパーカーにも憧れましたしね。あ、これね、このなんですか、パンチのところがどうしてもなくなっちゃってね、で本体がなくなった後にパンチだけタンスの裏から出てくるみたいな経験は誰でもしたことがあると思います。自転車、憧れの自転車、5段変速がついていてね、ウインカーまでついてる自転車、何なんでしょうね、この過剰デコレーション。すごいですね。今でも売ってるそうですよ。それからラジカセ、憧れましたね、こういうのにね。いやー、いいですね。まあ松潤さんもお持ちだと思いますけども、こういったので、この1ページだけでもね、ラジカセ1ページだけでもいろんな思い出話が出てくると思うんですよ。まあこういうのを見ながら、だから自分はミュージシャンを志したんだみたいなことをね、語ってみるのも面白いかと思いますよね。同じページで自分が志したものが、あ、ほら、シンセサイザーってのありましたね、シンセ。いや、懐かしい。YMO、TM、ネットワーク、そこに何かありましたっけ。いやー、そうか、すごいね。いや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 、あ、これ車。ねえ、プレリュードですよ。一つ一つなんかね、胸を躍らせたような気がするんですね、こういうのに。いや、今回もいいなぁ。この昭和40年男ね、いくらでしたっけ、これ。780円で夢いっぱいですよ。やっぱり私たちは昭和40年男、40年代男として、振り返ることで未来への元気が出てくるってところもあるのかもしれないですね。じゃあ松潤さん、また一緒にこれ、あ、今度さ、こういった昭和40年について語り合うズームライブとかどうですかね。40代、50代集めて。これはなんか面白いんじゃないですか。いや、これやろうかな。
これやります。はい、私ね、ズームライブ企画しますので、松潤さん、よろしかったらご参加ください。誰も参加しなくても私一人でやりますんで、山根さんも参加してくれるかもしれないな。これ2月のどっかでやりましょうよ。昭和40年ライブ、ズーム。これ、懐かしさいっぱい、みんな集まれみたいなね。知ってるみたいな感じでね。持ってたみたいな、ああいうのがいいですね。やりましょう。では、いってらっしゃい。